マイビトリオールはイギリスのオルタナティブロックバンド。1999年にロンドンで結成。2001年3月にリリースされたファーストアルバムファインラインズはプレスから絶賛をもって迎えられ、バンドは鮮烈なデビューを果たした。このアルバムとバンドは00年代以降に続々とデビューしたシューゲーザーバンド群である、いわゆるニューゲーザームーブメントの先駆者的存在として、 位置づけられている。デビューアルバム発表の翌年に活動休止するが3年後の2005年に活動を再開。2009年10月にはサマーソニック2001以来となる8年振りの来日公演を行った。2015年に14年振りとなるセカンドアルバムを発売予定。2013から2016年クラウドファンディングサイトプレッチミュージックでの 未発表音源セッションを有料会員向けに随時公開。2016年これらの楽曲をすべて収録した EP アルバムサークレットセッションズがついに完成。日本のファンに向けても発送された。現在プレッジミュージックよりダウンロード版、ディスク版の購入が可能。2019年9月10年ぶりに来日し東京神田明神ホールで開催されたホーム スイートホーム2019に出演するとともに、下北沢クラブ家にて単独公演を行った。ありがとうございます。